はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。スカイリム前回の続きからやっていきたいと思います。前回がですね、こちら、ファルクリースの主張と話すと、こちらの方をですねやっていきたいと思います。マップで言うとね、結構下の方になるんですよね、意外と。なのでどうしようかな。まずここの鉱山を攻略したので、まあ第守護石に移動して、こちらに向かいましょうかね。とりあえずじゃあ第守護石まで一気にワープしたいと思います。はい、第守護石までワープしてきましたね。ということで方向としてはあの向こうなので、道通りに、進んでいきたいと思います。まあ、もしかしたらまた道中にね、いろんなクエストに出会うかもしれないですけど、ちなみに今レベルはレベル9ですね。今さあ、これはこっち側だね。お、家があるぞ。早速リディアちゃんは来てるね。なんかあれだよね、後ろから見るとこの格好なんかずんぐりむっくりしてるよね。これこのまま上上がっていいのかな。お、なんだこれ、なんだこれ、タロス礼拝者が死んでる。おい、大丈夫かこの周り、すげえ血生臭いことになってるが。サルモール兵士、サルモールの命令。従者サニオン、401年の、なんだろうねこれ、読めないな。ああ。我々の軍はもう十分すぎるほど弱っていて、彼らには割り当てたいもっといい仕事、もっといい仲介者がある。情報提供者の言っていることが確かだと思うなら自分で調査せよ。証拠を持って帰ってこい。ないならそのまま戻ってこなくていい。ということで死んでしまったと。回復の薬はもらおう。おお、消費間近が 12% 低下。これはもらっておこうかな。ブーツとか、これあれだね、防御力0なんだね。いらないね。魔法耐性が 10% 増加。これももらっとこう。あ、なんかすごいひどいことしてしまったけど。礼拝者メイス、金はもらっていこう。パン、鉄の剣とゴールド。すごいかっこいいね、かっこいい像だねこれね。まあいいとするか。これはだから早足がこっち側は上がってくる場所ではなかったんだね。誰だ。その辺りで何やら事件が起きたと聞いた。調査に向かうところだ。あまり誰にでも気安く教えるべきではないが、とても大切なことだ。きっと役に立てると思うが。結構俺が引き受けた仕事だ。気遣いありがとう。まあもしかしたらこれはレベルが上がってたら一緒に来てとか言われるかもしれないでしょうね、きっと。わかんないですけど。これ何これ。あいつがやっつけたんだろうね多分。何の家だろうねこれ。今どのあたりだろう。まだ全然進んでないね。いろいろとね、遠いところが多いからね。わあ、広いね、ほんとマップが。あ、狼いっぱいいる。ほら、
まあ、毛皮をもらっておこう。なんかいろいろ、おびっくりした、いろいろダンジョン多そうですね。誰誰誰誰誰が来た、誰だお前。これを預かってくれ、後で取りに来る。礼は弾むからなくさないでくれよ。うん、落ち着いて説明してくれ。話してる時間はない。何かをくすねたり裏切ったりしたら殺してやる。本気だぞ。何の話？逃亡者。話してる時間はない。何かをくすねたり裏切ったりしたら殺してやる。本気だぞ。了解した。何くすねたらって今なんかもらったよね。これだよね、多分もらったの。何もらってていいのこれ。違う、あなたどこに行くの。ここに来るべきじゃなかったな。何の話？たった今誰か走っていかなかった。いやいや、今そこいるよ。この川の盾、お前のじゃないのか。どこで見つけたんだ。あ、いや、まあいい。ほら、大した金額ではないが、心ばかりのお礼だ。あの泥棒を見つけて殺してやる。殺してやる。スカイリムはノルドのものだ。あいつどこ行った。なんかいたよ。あ、なんか戦ってる。あの、すいません、もう頭刺さってますよ、あなた。まあ頑張って戦ってください。まああんまり興味ないんでね。あ、やっつけた、もしかして。いないな。あ、終わったね。あいつ所持品見せてもらおうか。なんかいいもの持ってたりしないかな。アメジスト、ゴールド、ロックピック。お、いいね、インゴット持ってるじゃない。うん、こいつには用はねえよ。お、お前馬に乗ってたのか。お前なんかすげえな、その馬いいな。おー、なんかダンジョンっぽいのあるね。まあまたにしよう。多分一箇所一箇所見てるとね、キリがないんでね。まあ、いずれは全部見たいんですが。なんでこのキツネは一緒に走ってる俺と。あ、敵、マップに敵が出てるが。お、スケルトン。ほら、あ、弱っ。一瞬で終わったっぽいな。こっち側だね。まだあのキツネさん一緒にいるし。なぜこの子は俺に一生ついてくるんだ。お、あの崖の下側だね。ぐるーっと回っていくんだろう。まあもしも道中あんまり何もなければ、早送りとかね、カットとかするかもしれない。お、ここにも何かあるぞ。いろんなところになんかあるね、建屋が。合ってんのかな、方向は。すっごい微妙だけど。
これ合ってるっぽいね。ああもうちょっとで着くね。ファルクリス、リディアは来てない。あ、いたいた。お、ファルクリースじゃないか、これが。来た、ファルクリース。あの、すいません、街中に敵がいるんですけど。おい、どうした？降参するなら今のうちだぞ。吸血鬼、この吸血鬼どもは深刻な脅威になりつつある。いや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 、なんでいきなりこんな戦闘が。鋼鉄のメイス、あ、多くのメイスの方が全然強えや。鋼鉄の剣、これは食べとこうか。お、吸血鬼の鎧28。あ、全然。あれ、おい、姿が消えたぞ一瞬。マジか。灰を飲むことによって姿が消える。ドラゴンボーンの機関だとか、我々の誰かがその名誉と巨大な力を持っているだとか、一体どういう意味だ。さあ、こちらでございますね、首長の長屋と言ってみましょう。さあ、この扉の向こういますね。あ、寝てるとこすいません。シドゲイル。なんだ、何のようだ。手紙をもらったものだ。ああ、君がそうか。では噂通りの人物かどうかちょっと確かめようじゃないか。この地には山賊がいる。私は彼らと何度か秘密の取引をしていたんだがね。当初は私の取り分も悪くなかったが、うん、そろそろ清算したくなったのだよ。君が片付けてくれないか。最低じゃねえかこいつ。任せろ。よし。さあ、ナイフポイントリッチで敵のリーダーを倒すと。まあ、とりあえずここの主張なかなかくせ者ですね。マップをちょっと確認します。あ、結構遠いな。またナイフポイントリッチ、どっちだ。あっち、あっちが方面か。オッケー。なんかこの主張といい付き合いはできそうにないよね。なんか騙されそうな気がするな。ああいうタイプは裏切るからね。さあ、あとね、吸血鬼が襲ってきてましたので、いるのかもしんないね、この辺り。吸血鬼が、さあ、砦のマークもあるぞ。これどっちだ。これマップ的に、あ、いいのか、まっすぐ行っていいのかな。これはさっきのところ左に行く必要はなかったか、迷うとこだね。まあ、とりあえず道に沿っていけば。あれ、いいのかな。一応なんかあそこ盾あるけどね。あれ、方向的になんか雲行き怪しくないかい。これ左側にそれる道が見当たらないような気がするが、いいのかな。
ああこっち側はっていうか来た方向だよね。またあの狐さんかな、さっきの。あここを左に行けばいい。まあ一回行ってしまえばね、あとはワープができるようになるので。あっち方面か、かなり遠回りしたような気がするけど、気のせいかな。お建物発見。とりあえず一回見つけておこうか。これはハーフムーン工場と。人いないよね、工場の割には。うん、誰もいないんだ。あっそう、まあ時間が遅いからかな。あ、やっぱり閉まってるからね、鍵が。強化できないかな、強化。あーできないんだった、そうだった。まあ帰りにね、また人いたら話しかけてみましょう。これあれだよね、かなり遠いな。もう道順通りに行く必要はないような気がするけど、あんまりね変な道通るとリディアがついてこないんで。これ道であって道でないよね。いやでも合ってるっぽいな、これすごく合ってるっぽい。建屋だ。ちょっと探見つけておきましょうか。よいしょ。ハンターズレフト、またねいずれ来よう。とりあえずショートカットを作ることが目的ね。これ道じゃないよね、もうほぼほぼ。ん、なんだあれ、なんだあれ、炎みたいなのが今なんか戦ってるよね、あれ戦闘。むちゃくちゃ敵いるんだけど。山賊長、オッケー来い。痛い痛い痛い。先よく諦めろ。あぶね、死ぬ。ちょっと待って、なんでこんなダメージを受けた、いきなり。望みでしょ、立つ見込みがあるとでも。これ山賊長か。ちょっと待って、なぜ。ドブンガルデが待ってるわよ。ガードし続けて狙えや、お前は。やばい、ちょっと回復。食べ物食べよう。これやべえ。この辺食っても、あ、これ食おう。さあ、あとは一体こい。思ったら大間違いだ。死ね。オッケー。オッケー。はあ、きつ。さあ回復、気持ちいいねこれ。さあ、なんかすごい戦いが行われてましたですね。吸血鬼との争いになんか巻き込まれた感あるけど、あと大丈夫か、怪我してないか。
あ、してる。何これ、サングイネア吸血症、体力が25ポイント減少する、吸血症へと進行する。なんだろうねこれ、進行したらやばそうだねこれ。あの姿消せる灰が、さああとはあれ、敵の死体が見当たらないんだが、まあ、とりあえず進むか。ちょっとまずいな、変な病気になっちゃったよマップ。もうちょっとだけど、この山の向こうだよねこれ。ちょっとレベルアップしようか、病気治ったりしないかな。治らないね。次が、お、防御がパワーバッシュができるようになる。これしよう、パワーバッシュはいいぞ。っていうかどこから登るのかわからない。とりあえずここ登ってみるか。ついてこれるかな、リディア。ついてきてる？あ、ついてきてるけどすげえラグってる。大丈夫か？ナイフポイントリッチ。お、くそ、またすげえ戦闘だなこれ。その程度？ねえ。上か。あとは以上か。ふうふう、そんなに敵いなかったね。あー、なんか病気を治したいな早く。鋼鉄の片手斧、これ持ってたやつか。バター、やべ、なんか敵来たよね。まあ、探索をしよう。よし、いるいる。おっ、あ、やべえ、何、日が昇ると体力があってない。おい、あ、いったパワーバッシュ強えな。てかなんかダメージ受けたよね一瞬今。ちょっと回復しとこ。なんかダメージ受けた。珍しいものはないか。ここに来るべきじゃなかった。オッケー、かかってこい。いた、なになになに、いたのか。あなたは種族の恥よ。あ、落ちた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 。ちょっと FPS 視点でね、こういうあの登ったりするのって難しいよね意外と。リーダー邪魔だよ。あれ、リーダーお前殺したろ。あれ、死体どこ行った。あれ、死体は、いやこいつじゃねえよ。あれ、
あれ、あ、下に落ちてた。あそこだ。大したもん持ってねえな。お遊びはおっそ、お前顔をバシひでえ。今のはかなりひどいぞ。これいるか、水中で15秒。まあ売ろうか。てかパワーバッシュ強えな。これ中に入るんだ。最高ナイフポイント鉱山入ります。さあもう戦闘の準備していくぞ。もうてかなんかいるよ。よし来い。パワーバッシュからの、あ、オッケー。お、やばいやばいやばい、強いなお前。さあさあ食えるもん、調理した肉これも食っとこう。さあ、あと食えるの。あれ結構俺、あ、そうか、リディアに持たしてるんだ。やばい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 、これ強いな。からのちょっと毒使っちゃおうか。ほら強かったというか、やっぱりそうだよね、付与された武器持ってたよねこいつ。やってくれるな。恐ろしいもん持ち歩くんじゃないよ。これ来たね、鋼鉄装備かこれ。よし、ちょっと防具を変えようかな。まずはあれ、鋼鉄の兜、あ、マジか、有料になったから。でもこっちの方がかっこいいよね。これ装備しようか。これも装備だね。鉄のブーツいらないからね。でこれ固定21。あー、これダメだ。こんなもんかな。ツルハシ、ツルハシじゃねえだろこれ。あ、びっくりした、こっちか。お、宝箱、ガーネットゴールド。お、いいねこれ。明かりを出すことができる精鋭。あ、折れた。あれ、今一瞬動いた気がしたんだけど、気のせいかな。あ、動いた。よし、開いた。ふう、あ、人が。インペリアル、え、なんもない。あ、あ、鉄の鉱脈あったんだ。それだけのために鍵かけてた。お、結構いっぱいあるぞ。そういえばあのレベルが上がった時に次のスキルはあの家事スキルを上げようと思ってたんですけど、忘れてましたね。すっかりあの
パワーバッシュに振ってしまいましたけど。わ、すごいいっぱいある。もうリディア待ってる。重量的に大丈夫かな。よし、全部取り終えたね。オッケー、リディア行こう。リディア邪魔。いや、あらというか邪魔、邪魔です。ここちょっと通して、ちょっとちょっと、これ油がすごいな。ここ火つければ勝ったんじゃねえのこれ。ん、何これ、ただの、ただそうなってるだけ。わ、なんか特にここ広いダンジョンでもなかったみたいですね、どうも。これこれなんだろう。あ、鉄だ。ここすごいね、鉱脈がすごいあります、ここ。まあ通りでね、外に火事が置いてあったわけですわ。よし、以上だね。うわ、こっちもすごいぞ、ここ。まあ、こんだけ鉄いらないんだけどね。まあだからファルグリースの主張は多分この鉄の鉱石の関係で多分取引をね、山賊とやってたんでしょう、きっと。おお、これもしかして、あ、違うか、鉄の鉱石かと思ったけど、そういうわけではないんだね。さあ一応ここはクリアかな、やっつけたしね。というわけで、せっかくなんで石を持ち歩いてもしょうがないんで、生成する炉みたいなものはここ置いてないのか。あったあった。あれ、生成はできないんじゃねえのこれじゃ。あ、ないのか。あー、残念、できねえなこれ。はい、じゃあということで、じゃあ一気にじゃあワープして町に帰りましょうか。なんかあの病気の進行も怖いしね。病気今大丈夫、進行してないよねこれ。まだ進行してないですね。あれ、治せるのかな。先にホワイトランで、あれ、祈って治すか。ちょっと怖いですしね。じゃあホワイトランちょっと戻ります。はい、戻ってきました。セーブが長い。あー、肩くる。よし、早くちょっとあの、何でしたっけ、あそこ、神殿にちょっと行って病気を治してもらおう。具合が悪そうだ。あー、やっぱそうやって言ってくれるんだね。やっぱすごい具合悪そうなんだろうね、多分。パッと見ここだっけ。あ、これだ。キナレス様、キナレス、気に入ってもらえるといいけど。帝国の略式第4巻。え、いたらんもんくれた。オッケー、これで多分治ったんじゃないかな。あー、治ってる、よかった。で、それとなんか本くれたよね今。どれだ、帝国のなんてら、これか。読む。スキル本ですらない、これはね、いらんない。はい、この辺置いちゃきます。いらねえよこんな本。ひどく痛むんだ。あ、びっくりした。捨てたことに言われたのかと思ったよ。さあ、それとアイテム、結構武器を拾ったりとかして、これだね、霊気系、あと残花、これいいよね。これそういえば装備すればよかったな、戦闘でね。この辺は分解はできないね、これ。分解するものじゃないな、これ。であれば、
鉱石をじゃあ作ってから、ファルグリース首相、あれここどこ、ちょっとごめん迷子だ。ファルグリースの首相の方にね挨拶をしに行かないといけないので、あっちか、あれこのあんた、あドーンガードは増しつつある吸血鬼の脅威と戦う気のある者は誰でも受け入れている。興味はあるか。吸血鬼、これは特に感じてるよ。ドーンガードとは、我々は吸血鬼ハンターを使命としている。あの化け物どもがどこにいようと探し出して排除する。ほう、吸血鬼退治か。加入するにはどうすればいい。イスランに気に入られそうだな。リフテンの南東にあるドーンガード砦にいるから会ってみるといい。ドーンガードにふさわしいかどうか見てくれるだろう。ほう、何ドーンガードについて。マップが更新された。リフテン、リフテンどこだよ。モーサル、ソリチュード、これかな。あれあれ、あ、何マルカルス、あとはドーンスター、ん、あそれ違うか。リフテンって言ってもね、ウィンターフォールド、ウィンドヘルム、もう街広いな本当。リフテンこれだ。あこれだ、むちゃくちゃ遠いな、むちゃくちゃ遠いんですけど。今俺ここだよね。かー遠い、今ここか俺。うーわすーげー遠いな。ミストウォッチから行ったらまあいい感じぐらいだな。うわ遠いな。でもなんか面白そうだねこれ。じゃあちょっと次ね、ちょっと挨拶をして、これだね、シドゲイルのところに話行った後に行ってみましょうか。ドーンガード砦にいるイスランに会え。本気なら急ぐんだ。吸血鬼たちは。かっこいいね。何か買いたいならいい品が揃ってるわよ。中にもたくさんある。さあ溶鉱炉使おう。鉄のインゴット、鋼鉄、これやってみたいけど、まあ作れるだけ作ろう。よし、これで軽くなったんじゃない？からの、革紐が足りないんだね。あと強化はできないんだよね、魔法アイテムだから。装飾品系も作れない。はい、ということだから、私じゃなくてエオルンド・グレイメインよ。彼の刀は伝説的よ。私はチャンスさえもらえば。お、できるじゃん、いいじゃん。あー、どっち強化しようかな。父にはあった？ドラゴンズリーチで執政をやってるの。あー、これが一番に上がるね。これにしよう。知られてる以上に、まだ全部あげれるじゃん。オッケーオッケー。あと防具なんかあったな今。魔法耐性か、これ解除しとこうかな。あ、解除しようか。傭兵の仕事には挑戦。はい、ということで、時間もちょうどいいので、そろそろ今回はここで終了したいと思います。次回はね、首長の方に山賊長をやっつけたことの報告、それが終わりまして、まあ、イベントがそのまま進まなければですね、ドーンガンドトリエ、ドーンガードだったかな、そちらの方ですね。なんだとコイン。お腹が空いた。ほらやるよ。まあありがとう。心優しいあなたに神々の恵みがありますように。
どうして物乞いを。そうするべきだと言ったの。親切にしてくれる人は彼だけなの。ママが死んでから、おばさんとおじさんが農場を乗っ取って私を役立たずと言って追い出したの。なんかすごい話ですけど。それでここへ来たけど、どうしたらいいかわからない。もしよろしければうちの子にならないか。本当？え、これの何？私の住める場所があるの？いや、ないな。ちょっと待て、もしかしたら家を買うことで養子としてもらうことができるのかもしれないですね。あの、確かなんかハートホームなんだっけ、なんかこれダウンロードコンテンツ一応全部入ったやつなのでね、そういうのがある家が建てれたはずなんでね。はい、ではね、本日はここで終了いたします。また次回、スカイリムですね、実況の方ぜひよろしくお願いいたします。ソルトでした。